今日も平日のお休みだったんですが、残念ながら雨です。休みの日に雨が降るとちょっとね、気分が乗らないところもありますが、今日はドライブに出かけております。遠出まではしないんですけどね、今からですね、京都の京丹波というところに向かっていきます。で、まあ、今回はですね、鹿肉を食べに行くということをですね、すると、もうそれだけです。この鹿肉のネタはもう一つのチャンネルですよね、 S660 の方のチャンネルでずっとやってて、2回ほど行ったんですかね。でも食べることができなくて、冬じゃないと食べれないんですかね。でこの間も行ったんですけども、まあ暖かい日を選んでですね、行ったんですけど、残念ながらですね、売り切れていて食べることができなかったということでですね、今回はジビエですね、鹿肉を食べに行こうということで、京丹波の方に向かっております。今日で気温が5度4度というところですね、この辺りで。ですので向こうでもそんなに変わらないとは思うんですけど、雨がですね、雪に変わったりとかっていうこともないとは言い切れませんので、一応降らないとは思うんですけどね。スタッドレスタイヤがついてるオデッセイでですね、その企画を引き継いでいこうというところです。すごい雲がですね、山の方には張ってて、まあ、今日は一日雨なんだろうなということがよくわかります。まあ、スタッドレスタイヤ入ってて雨の日ってあんまり相性が良くなくって、頑張っちゃうとね、滑りますよね。なんか最近窓の撥水がちょっと甘くって、雨の日が見えにくくなっちゃいますね。やっぱり洗車の時に少し丁寧めに撥水しないとダメだなと思います。まあ、晴れの日がね、気にならないんで、ついつい手抜きになっちゃうんで、ちょっとまた気合い入れて掃除ができる時にですね、やってみようと思います。オデッセイハイブリッドに乗り出してからですね、なんかのんびり走るのがあんまり苦痛じゃないですよね。というか、のんびり走ってる方がいいやみたいな感じになりましたよね。まあ、燃費を意識するからっていうのももしかしたらあるのかもしれないですけど、まあ、年のせいもあるのかもしれないですけどね。カミカミご飯なんやろう、ね、こういうところにちらっとお店があったりするんですよね。本当に最近は田舎の方というか、こういうちょっと町から離れたところにカフェとか、お食事するところとか開かれてお店をされてる方っていうのをちょこちょこ見かけて、まあ、どこもおしゃれで美味しそうだったりするんですよね。おお、日がゴーゴーしてるよ。これ何してんだろう。奥田橋の交差点を通過しまして、ここから国道477号線に合流します。亀岡を経由して京丹波に行くというコースです。亀岡というのはですね、大阪の方から京都の方に北の山越えで抜けまして、はい、ここから京都府に入ります。さっきの話の途中だったんですけど、そう、北の方ですね、大阪の北の方の山を抜けて亀岡という場所に降りてですね、そして亀岡というところからさらに山を越えて丹波の方に入りみたいな、そんなコースで行ってみようと思います。今外気温低下注意がつきまして3度ですね、なりました。まあ、こんな状況ですけど暖房はつけておりません。燃費のためというのはあるんですけど、まあ、あれですよ、なんだっけ、シートヒーターをつけていたらですね、まあ、そこまでは寒くないかなって感じです。どっちかというと背中とですね、お尻はもうポッカポカなので、でこれは純正品じゃなくて後付けのシートヒーターを使っていますので、暖かさっていうんですかね、は5段階で調整することができます。プレミアムクレードルシートにもつけてるので、このリモコンを使うとですね、
プレミアムクレードルシートも3段階ですけどね、シートヒーターの温度を調整してですね、つけることができます。ハイブリッド車はシートヒーターも必需品ですよね。まあ僕個人的にはですけどね。カーブです。国道9号線の方へと曲がっていきます。数日前の写真を見せてもらった時はちょっと雪残ってるぐらいだったのでと心配だったんですけど、大丈夫ですね。気温が4度だとそんな雪みたいな感じにはならなさそうです。今日がもう2月の24日ですかね。なのでもう3月に入ってくるので、どんどんと暖かくなっていく方向になりますよね。きっと観音トンネルを抜けて今日丹波町に入ります。今日丹波町には入ってるんですけど、ここからもう少しですね、先の方行きます。もうちょっと北の方に上がらないとダメなんですよね。この辺は今日丹波って言うんですけど、丹波ってつく名前の場所結構多いんですよね。今日丹波町に丹波笹山市、丹波市とかもありますもんね。それだけ丹波っていう名前のブランド力があるということなんだとは思うんですけどね。以前と同じような道を通ってるんで道に対しての喋りが同じことになりがちで、もう大変申し訳ありませんっていう感じなんですけど、もう一つのチャンネルもですね、 S660 の方を見ていただいてて、こちらも見ていただいている方にはですね、大変申し訳ありませんと言っておきましょう。今日丹波町には3つ道の駅がありまして、3つ4つかな、この丹波マーケスとこの上の方に行くとですね、アジムの里っていうところと道の駅みずほと道の駅なごみっていう場所ですね、4カ所ほどあるんですね。そのうちの1つの道の駅なごみという場所でジビエが食べれるということで、まあ、そちらに向かっているわけです。その道の駅じゃなかったとしても食べれるとは思うんですけど、なんか気楽に食べれる感がね、道の駅はいいんですよね。うまい鹿肉を食べたいっていうよりかはですね、鹿肉がどんなものかを体験してみたいっていうところが大きいですので、小物交差点を右折しまして国道27号線へと入っていきます。まああとそうですね、20分ぐらいでは着けるかなっていうところなんですよね。ここからちょうどいい時間ぐらいになりそうですね。11時半ぐらい、いやちょっと人が混むんかな。わーすごい霧、ちょっとポツポツ寄り道しながら走ろうかなと思ってたりもしたんですが、ちょっとだけここはね、ちょっとご飯のとこまでは一気に行っちゃいます。現在の時刻が11時です。ちょっと雨が小降りになってきました。燃費もすごい今良くて、ここまでの道がですね、リッターで 23.5km/L ぐらい走っております。これぐらい道がいいとカタログ値ぐらいは出るってことですよね。ここで道の駅なごみまで 1.5km です。トンネル越えたらすぐですね。和地第二大橋を渡りまして、道の駅なごみです。いつもながら第二駐車場の方に止めちゃいます。よいしょ。
すいません、鹿肉のローストドン、はい、こちらの番号でまた向こうから読みますので。あ、わかりました、はい。めっちゃ綺麗よ。いただきます。初めての鹿肉、癖がなくて意外と美味しい。ゆっくり歩いたことなかったですが、川の方に降りることができます。まだね、道とかには雪ないんですけど、ところどころに雪が残っています。ラッキーなことに雨が止みまして、僕どっちかというと雨男なんですけど、なんかちょっと解消されつつあるようで、今はちょっと雨が降っていませんので、川べりを歩くことができます。